用や手洗いと手指の消毒、一つの密でも避ける、ゼロ密を目指すなどの感染対策をこれまで以上に徹底してください。マスクは自分の顔に合ったサイズを着用しましょう。鼻の位置がずれていないか、頬や顎など十分な効果が得られます。鼻出しマスク、顎マスクはやめましょう。表面を触らないように、触ったら手洗いを。取り外しの際は紐部分を持ちましょう。食事をはじめ、屋内屋外を問わず会話をするときはマスクを正しく着用し、短時間声は控えめにお願いします。一人一人の感染予防が大切な人を見つけます。
Thank you.
塚本幸次、バックナー佐藤輝明、Thank you.
Thank you.
背番号122、岩田将生。